はい、速稼塾の久保です。まあ私もね、隠居暮らしと言いまして、本当にね、いわゆるまあお仕事とかなんかそういうのね全くせずに5年ほどになります。考えてみると、私今47歳でもうすぐ48歳になるんですけども、42になった時っていうのは、私ね、39歳までの負債を全て抱えていました。一回も資金的にプラスになったことないんですよ。で、その中でやっぱりね、周りの人があっと驚くようなことをしたいなと思ってたんですけど、なかなかそれがね、何なのか分かんなかったんですよね。で、私麻雀店を30代ではずっとやってたんですけども、40歳になって麻雀店で麻雀しかしてなかったのに、いきなりねパソコンを買ってきてインターネットビジネスを始めた。しかも速稼塾、広島ナンバーワンビジネススクールみたいなのを始めたんで、それはね、社員はじめお客さんはじめ周りの人はね、びっくりしましたよ。はっきり言ってね、こういう雑誌にも出ましたからね。こういう雑誌にも、どこだったかな、特集が組まれたんですよ。ほら見てください、これ私が出てるでしょね、仕事人ということで。こういうふうに雑誌にも取材されるぐらいになって、それからね、いくつかの雑誌に出るようになったんですけども、まあ周りの人はびっくりしましたね。麻雀店の親父が40過ぎてパソコン買ってきてネットビジネスいきなり始めてね、アフィリエイトで月収100万を半年以内に達成させて、以来ずっと100万を割ったことがないわけですよ。今で言うと200万とか300万とか維持していて、それ以上にもなることあるんですけども、私はね、労働時間が増えることをまあ嫌ってですね、それ以上はもうしないことにしてるんですよ。まあそういう感じで今隠居暮らしって言って、1日24時間中ほぼ24時間自分の好きなように暮らしていて、自由に暮らしていて、それで自分の気に入った人と連絡を取りながらね、本当に小さな世界ですけども、速稼塾っていう世界をね、47都道府県そして海外14カ国に広げています。まあやってることっていうのは、どのように考えていくかとかね、どういうふうに危機を出していくかとか、苦境に立ち入った時にどう最善を尽くすかってこと、まあこういうふうな、いわゆるね、全般的に考え方であったりとか、今立たされている場所での稼ぎ方ですよね。これが主になってきます。世の中っていうのは稼ぎ方が本当無数にあって、今人類史上最大限なんじゃないですかね、稼ぐ選択肢が。個人でも最大限ですし、組織でもものすごくたくさんの選択肢があると思います。私はその中でアフィリエイトですとか転売ですとかね、それからカジノとか通信利権とか、それから FX 暗号通貨で、セミナービジネス、コンテンツビジネス、こういったものに特化して一つずつやってきました。一つずつですよ。年間に1個マスターするのを積み上げていったってことなんですよ。で、今全てのこういった自分のやったことを始めた時からずっと YouTube で出してきました。 YouTube の動画も1万5000本ぐらいになります。一般公開動画8000本で、限定公開とかね、あと非公開にしてしまったのが大体7000ぐらいあるんで1万5000本あります。それからね、シークレットのチャンネルで、私は匿名チャンネルで、これがね、7万人か8万人ぐらいのチャンネル登録者数さんがいらっしゃって、だいたい再生数が一つにつきね、4万回とか5万回回るチャンネルを持ってます。これは匿名のシークレットチャンネルなんで、ちょっと具体的にはお教えできませんけども、皆さんも見たことがあるはずです。という形で YouTube もまあまあ軌道に乗ってきたかなっていうところですね。で、今回ね、何が言いたいかってことなんですけども、タイトルにもある通り、ゼネラルモータースってのがね、大統領命令でエクモっていう人工心肺っていうのを作り始めたんですよ。で、仙台ぐらいを日本に販売してるんですね。で、そういうふうに車を作ってる会社がなんとそんな医療器具を作るみたいなね、そんなことが行われるわけですよ。みんなびっくりしますよね。それから昔トヨタっていうのは旗織りの会社だったんですけども、いきなり車を作り出したとかね。で、最近では街を作り出したみたいな、みんなあっとびっくりですよね。そういうことがある中で、まあ比較して申し訳ないんですけども、日産っていうのはあっとびっくりっていうものがなんとね、1兆円の負債というね、1兆円の赤字という。で、日本の銀行からは資金提供できないんで、もうね、海外から社債を売ってなんとか生き延びようとしてるという、こういう最後の手段を打ってきたわけなんですよ。まあゴーンさんが来てね、4000億円の借金を返済した時もびっくりしましたけども、ただゴーンさんがね、ああいった形で検察に追われてね、で、その後国外に、まあ逃亡してというかね、まあどうなってるんですかね。はっきりここでちょっとね、横道を逸れますけども、日本っていうのは海外から入ってくるのにはスネークヘッドみたいなね、そんな団体がいて、密航が簡単なわけですよ、割と。で、今度は国外に出るのも、今回のゴーンさんの例はじめね、結構簡単なんですよ。外務省とかね、
何やってるんですかね、入管管理局とかね。どういうことなんでしょうかね。ということで、日本ってのは割とスパイ王国、スカスカ王国なのかなっていう懸念もあるんですけども、それはちょっと置いといてですね、まあびっくりしたことをするからこそ注目を集めて、そのびっくりしたことが新たなる展開に進んでいく。しかも多くの人はびっくりするんですけども、それを決定した人って高い確率でそうなると思って勝負に出てるわけですよね。資生堂だったか化粧品の会社も昔は全く別の商売をしていて、ただ商売をする中で海外のいろんな商品が入ってくるときに、これからは女性も社会進出していろんなところでね、遊んだり働いたりするはずだから、だから多分女性に化粧品が二十歳ぐらいから売れ始めるんじゃないかなってことで、化粧品会社に転身したわけなんです。業態変更したんですよ。そうするとやっぱり化粧品文化が来て、訪問販売の化粧品も売れるし、通販の化粧品も売れるし、代理店の化粧品も売れるしみたいな感じで、化粧品が大ブレイクしてね、で高値をつけた後、今割と料金が落ち着いてきたみたいな感じになってるんですけども、やっぱりね、びっくりすることを私たち一人一人の心の中に秘めてないといけないのかなと思うんですよ。その上でそのびっくりしたことをタイミングよくリリースすると。どんなタイミングかっていうと、思いついたその日にやるってことなんですよ。タイミングって待つものじゃなくて自分で決めるものなんですよ。今日だ今だっていうふうにですよ。で待っていたらタイミングって来ないんですよ。でも自分からこの時がタイミングだと思うと、その時がタイミングなんですよね。まあそういうふうにね、考えていくことで、私も麻雀店からね、ネットビジネスのこの今ね、そこそこのものにはなってきたかなと思います。まあなんせね、ネットビジネス、パソコンを使って、今でしたら YouTube を使って生活の全てを賄ってるわけですからね。私が購入したものの全ては YouTube を通じて生まれた売り上げですしね。私が何かね、活動するとしたら全て YouTube を通じてアウトプットしてます。まあ、本当にね、今見てください。再生数って、例えば、ね、数千回っていうのはもう珍しいと思うんですよ。全ての動画っていうのが100回回るか回らないかと言ってると思うんですよね。でもこれでやっていけるんですよ。この低アクセスできちんとね、47歳、48歳の私が奥さんと子供を抱えてね、家を一発で買って、それから車をこの5年で4台、いきなりズバズバッと買ったりとかね。で、日々、労働たる労働はまあしてないんですけども、 YouTube を撮るだけできちんと生活費を賄って、しかもそれが余っているという状態なんですよね。でこの前吉谷さんがね、言われましたけども、インスタグラムとか、今私は Facebook なんですけども、 Facebook で儲かりますよみたいなセールス来るんですよ。ほとんどの人は無視してますよね。私はちゃんと返信します。それはですね、すごいですねって、いくら稼いでますっていうふうに聞くんですよ。そうすると、例えばね、50万ほど稼いでますみたいなことを答えるんですよ。そしたら、あ、50万ですね、いいですね。私、とりあえずね、こういうふうな暮らししてるんですけども、YouTube も出してますし、Facebook も更新してるんですけども、ご協力できると思うんですけども、何か手伝ってほしいことないですかと。よろしかったら私の YouTube で、あなたの商品を紹介しましょうかって持ちかけるんですよ。ね。まあ、そうすると、相手が手の内を明かしてくれるんですよね。で、当然私 YouTube で紹介したことはありません。なぜなら、このビジネスはインチキだねって言って終わりなんですよ。で、インチキだからこういうことやらなくてもちゃんと稼げるから、速稼塾に入りなさいってとこまで行きますね。そうするとその方はいろんな塾を買っていって、そういう商材を買った人がこういうふうにね、ダイレクトセールスしてくるんでしょうね。私は速稼塾に入ってもらって、こんなセールスをいきなりかける方法で売れると思いますかと。違うんですよと。あなたが日々地道に発信して、向こうから問い合わせた分に関してはこちらからセールスは可能ですよっていうふうなことをね、お伝えするんですけどね。まあそうするとぼちぼちうまくいくそうなんですよ。ただやっぱりね、根本的にバイナリーオプションみたいなツールを売ってるんですけども、多くの方はブックメーカーとかね、インチキなものばかりですから、それがなんでインチキなのか教えてあげないといけないですよね。インチキかどうかも見抜けないまま、それをパッケージで買って、で、セールスの方法を聞いて、その通りにボンジでってやってるんですよ。ただ、その商品そのものがインチキですから、売り上げが出なかったりね、勝率が悪かったりとか、で、過大な資金が必要になったりとか、で、チャンネルがロックされたりとかっていうリスクをちゃんと教えないままやらしてるんですよ。まあ、ひどいもんですよ。だからそういう人が素人だって言うんですよね。素人はもう、一番多いんですよ。このピラミッドの中で、きちんと分かってる人って本当一部なんですよ。で、分かってない人が山のようにいるんですよね。で、山のようにいる分かってない人が一生懸命たくさんね、発信して、まあ例えばね、私のところにセールスするんですよ。だって私のところにセールスする時点で何も分かってないだろお前って感じですよね。ネットビジネスの世界ってすごく狭いんでね、狭いんで、私の名前くらいはネットビジネスでセールスかけようとする人は知っといてくださいね。もう今偉そうに言いますけども、ちょっとね、数年前だったらこんなこと言えなかったんですけども、はっきり言ってね、私にセールスをかけてくるなんてセンスが悪すぎます。きちんとしたものならちゃんと受け取りますよ。お金はありますんで。ただね、あまりにもね、稚拙ですよ。FX をやってる私にね、バイナリーを売ってくるってどういうことなんだと思いますよ。
で、私もね、ブックメーカーはちゃんと一通りやってるんですよ。ね、で、ブックメーカー売ってくるとは何事だってことですよ。私にね、転売のノウハウ売ってくるとは何事だとかね、私にね、アフィリエイトで月収100万みたいな教材売ってくるとは何事だということなんですよ。本当、笑わせるなと思います。ここはね、はっきりと言わせてもらいます。そして最近はね、私は、思いますけども、YouTube で稼ぐ方法みたいなのが来るんですよ、いまだに。あのね、YouTube で稼いでる人に YouTube で稼げる方法を売ってもしょうがないでしょ。だから相手がどんな人なのかリサーチもできない人にもうビジネスするセンスはないですね。だから素人だって言ってるんですよ、ね、ちゃんと考える人だったら自分のセールスが効き目のある人をちゃんとセレクトしてね、選別して、その上でこの人に手を出したらやばいなっていう人は抜いて、私みたいなのは抜いてね、それでやっていかないといけないでしょ。だからね、ちゃんと教えてあげてくださいよ、その人に商材を売った人。久保哲郎には気をつけろと、吉谷拓郎には売りかけるなとね、売り込むなっていうふうにちゃんと教えてやってくださいね。よろしいですか？無駄ですよ、どんなことやってきても。もうね、私も吉谷さんもね、裏も表も知ってる、もうトップレベルですからね、はっきり言って自分で言いますけども、トップレベルすぎるんですよ。学さんとかね、それから池早さんみたいに目立つような方じゃないですよ。目立つような方ではないです。こんな適当なことやってますからね、割と。だから一つのジャンルでゴーンと押すようなことやってないから目立たないんですけども、もうね、なんていうのかな、もう自由に行きたいんで、このテーマでしか発信しませんみたいな自分を縛らないんですよ。やる気がなくなったらどんなね、良質なテーマでも止めますからね、私は。自分の気のままにやってます。これは吉谷さんと一緒です。ということでね、本日は以上です。なんかざっくばらんな放送になりましたけどもね、吉谷さんなら共感していただけると思います。それでは。